ばんは、 AKB48 チームメイト富山県代表のハルピョンこと橋本春奈です。こんばんは。やば、充電 4% しかない携帯、えぐ。ごめんなさい。そうですね、今日もホークスは結構勝ちそう。もう勝った？まだかな。ささめゆき悲しみ打ちで牙が手に吹かれ、まだですね。もう勝ちそうですよ。でもあ、すごい、なんかいた。子供ちみたつよ。なんかさ、昔さ、自分の充電器だよってことをさ、証明したくて、証明、象徴、なんていうの、言いたくてっていうか、なんていうんですか、あのいっぱいさ充電器があってさ、間違えられないようにこのなんかマスキングテープを貼ったんですけど、もう貼ったのが昔すぎて黄ばんでるので、ちょっとこれを機に外します。めっちゃ黄ばんでる、やばい。すごい黄ばみ。めっちゃ色やばい。あ、すごい綺麗になった。一気に真っ白になりました。あ、全然色違う、見て、これ全然色違うでしょ。綺麗。今日はもう一日眠かったですね、とっても。はい、ちょっと眠かったなって感じ。いつも眠い、うん、それを言っちゃおしまいだ。それを言っちゃおしまいだぜ。君君、そういえばもう情報、あ、皆さんお話し会待ってます。急に、あ、まだメンバー出てないんだね。あ、15日って2回公演なんだ。まあでも私多分出ないね。うん、夜浜の卒業公演だからメンバー一緒にするはずなので、私は出ないと思われる。
今どこに申し込むか悩んでる。10日はもう終わっちゃったの？申し込みのあれ、まあ、明日までできん？いけるじゃん。あ、一般枠は今できますね。でまあ普通に考えてまあそうだよねって思いながら投げていただけると嬉しいなと思います。はい、日曜日に出てくれたら申し込みます。日曜日17期研究生のなんですけど出ません。17期研究生の講演は出れません。私は17期ではないのでごめんなさい。チーム8なので。はい、飛び入り前座として出ようか。アボカジュジャージェイシー可愛かった。みずみん、アボカジュジャージェイシー可愛かったですね。なんで17期じゃないんですか。だって17期が良かったですかえ、私じゃあ9年前にみんなと出会わない方が良かったですか。9周年だよってこんな言ってるのにダメなの？てか申し込めないし、17期だったらもう無理ですよ。年齢的に無理、年齢が無理。アウト、アウト。そう、年齢が多分1個下の代まで2個下の代までわかんないけどしか無理なんですよね。だから私の 同年代の子はもう16期、ドラさんがギリか。ドラさんはだってオカリナとか出てたから多分いけたんですけど、そう、そこまでを逃してたらもう17期は応募できなかった年齢なので、無理なんですよ。久しぶりに佐久間さんのドライブの動画見たらやっぱり面白いありがとう。なんか元アイドルみたいな感じで NGT の子がさっきなんか YouTube 見てたらおすすめに佐久間さんの出てきたんですけど、おすすめってか登録してるから出てきたんですけど、 NGT の子があれでしたよね。なんかチャンネル、隣のアイドルが激ヤバエピソード、これですね。1時間前中村あゆかちゃんがフルーツポンチさんの村上さんにドッキリみたいな感じで、でも結局それを操ってんのは板倉さんっていう。でもなんかめっちゃありました。なんか私のっていうかのブロック TV さんの私のその動画の時になんか板倉さんにも操ってもらいたいみたいな、そうめっちゃ言われてた。
コメント欄で。7月9日か30日どっち申し込むか悩み中。お話し会ですよね。9日じゃなかったっけ、なんかなくなりそうみたいな。ちょっと待ってね。9日の3部がもうすぐなくなりそうらしい。もうすぐのもうすぐみたいな、ちょっと意味わかんないけどもうすぐのもうすぐとはみたいな感じなんですけど、もうすぐのもうすぐらしいです。9日の3部、そうね、みんなはやっぱオンラインの方がというかあれですよね、まあ普通に交通費とかに、まあ、会いたい人は会いたいけど交通費とかはって考えるとやっぱオンラインの方がって思う人も多いんだろうね。あと移動するのめんどくさいとか普通にだから東京近郊に住んでらっしゃる方とかはさ、関東圏に住んでらっしゃる方とかはさ、全然そんなそういうこと考えてないなって感じかもしれないけど、北海道東北沖縄九州とかに住んでらっしゃる方は会いたい気持ちももちろんあるけどっていうのもあるんだろうな。交通費だと往復で20枚、やばっ、オンラインで待ってますオンラインで待ってます、はい、幕張でも横浜でも行きますせーだって待ってます。1枚1000円、1000円ですか、1000円ぐらいですよねってなったら新幹線1万5000円あれば全然いけるから、富山も30枚かも。私も多分普通に富山、あの普通に高峰さんがいらっしゃる時にオンラインっていう選択肢があったんだったら、絶対そしたらパパも全然好きにすればって言ってたと思うから、オンラインで撮ってたかも、うん、交通費って確かに痛いですね本当に。なかったじゃん。だからマジ今のおたかつされてる方々、お仕事してる方々で今推しメンがいる方々は本当に羨ましいです。私は、うん、マジで羨ましい。いいなって気持ち。あ、9時になったよ。トップオンタイムやろう。
4月4日ん違う4月3月30か3月30日の竹兄さん8タワーありがとうございます。せーのタワータワーありがチーム8タワー竹兄さんありがチーム8タワーありがとうございます。嬉しい。オンラインだと急な仕事でも剣干さなくて良くなった。え、そうですよね。よく言われます。よく言われますって言うとあれですけど、なんか前にもなんか別の仕様を入れてたことを忘れてお話し会取っちゃってて結構ギリギリカツカツだったけどみたいな。でもオンラインだったからもうすぐ行けたから良かったみたいな。そう。でこの間言われて。やっぱオンラインってそうなんだなって思って。ちょっと待って、4月3月30日のピョンメール、ピョンムービー、違うなんだ、ツイ、しずくありがとうみたいなツイート、どこ、あった、ここに、ドッポーンタイムやります。今日は30分ぐらいの仮眠の予定が1時間半も寝てしまった。 AKB48 のドッポーン独り占め。オンラインってカメラ見たらいいかハルピョン見たらいいかわからん。全然どっちでもいいですよ。私はファンの方の目見てる。私の方がどっち見たらいいんですか。私はみんな見た、どっち見たらいいんですか。私はファンの方の顔見てるから画面見てるんですけど、なんか目合わせた方がいいのかなって思って、なんかたまにカメラも見るようにしてるんですよ。え、どっちがいいですか皆さん。自分の顔を見てほしいか目合わせたいか、どっちですかね。みんなが目合わせ、ハルピョンと目合わせたいって言うんだったら、ハルピョンはみんなの顔見ずにカメラを見ます。ただそうなるとやっぱり認知が遅くなるそう、顔と名前の一致が遅くなる。そう、私無理なんですよね。緊張しちゃって目合わせられないの。かわいいそうだから本当にいつも人の顔見れなくて、だからマジでオンラインめっちゃありがたい。緊張しない、なんか目見てても緊張しないそう、いや緊張するよ、ゼロではないけど、でも普通のお話し会、普通の個別の1対1で喋ってる時よりも緊張しない、そう、だから多分個別お話し会より普通のっていうかオンラインお話し会の方があれです、私はよく顔を見るようになるからそう、だから顔を覚えやすくなります。そっちの方でも普通に会いにも来てほしい。
友達始めよっか。むずい。オンラインの方がそうですね、認知早め。いつもカメラ見てるからピョンちゃんが何着てたか覚えてないのが悩み。それは覚えて。それは見てもらっていいですか。間取って両方、ああ確かに。それはあり。たまにしか行かないけど覚えてくれてる。待って誰だ。ちょっと待てよ、最悪ドボンされる。やめて。あ、よかった、危ない。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ、誰だ。同じ名前でやってます。お話し会とショールーム。やっぱね、年重ねるにつれて本当に覚えるのが遅くなった。うん、同じ名前ではやってない。うわ、それは覚えてないわ、ごめん。覚えてないってか一致してないわ、それは。それは一致してないわ、今ショールームの名前と。なんで変えちゃうんだろう、みんな。よかった、なんかどっちも同じ名前でやってますとか言われて、おいハルピョーンって言われなくてよかった。危ない、セーフ。私じゃなかったです。よかったよかった。そうだよ、誰だって最低ですよね。それ言ってたらね。ちょっとどういうこと、待って理解できない。数日数せんって空いてるのが隣に座ってきた大事。あ、むずい、ちょっと日本語難しい、やめよう。あ、名前変えるの忘れる人はよくいますよね。ごめん今日本名なんだけどみたいな人よ、いっぱいいる。よく見る。変えんの忘れてた、ごめんみたいな。よく見ます。本名勢。毎回変えなきゃいけないのつらい。それは頑張って。本名って表示され、あれです、なんか変えるの忘れた人は名前が出てきます。
そう、変えるの忘れた人は名前が出てきます。でもそれが偽名かもしれないからわからない、本名じゃないかもしれないけど、それすらもう偽名みたいな、なんていうの、あの変えるの忘れたって言ってるけど本当はなんかそれっぽい名前にして本名ですって言ってる人そう、もしかしたらいるかもしれない、そこら辺はわからないそれだったらめっちゃおもろい。橋本春奈がいっぱい来る可能性もある。そうですね、橋本春奈がいっぱい来る可能性もありますね。はい、まあ覚えれないですけどね、橋本春奈にされると。ぴょんちゃんがもしファン側だったら本名でしますか？でも下の名前だけとかにするかも、わかんないけど、なんかやっぱ推しメンに自分の名前呼んでもらいたい願望高見菜さんに春菜って呼んでもらいたい願望ですかねはい、なので上の名前は隠し、下の名前だけでするかもしれない。すいませんそうしちゃうかもしれないですね。チームがやっと勝てましただって。うわ、なんかたまにドボンで対戦するめっちゃ一押し力低い人いる、なんかいるなと思ってなんか見てみたら、なんか別のメンバーのアカウントっていうか別のメンバーのカードでやってるから本当はこの講師なんだろうなっていうのが分かってちょっと気まずい。めっちゃ気まずい。でドロー2投げられたからドロー2別の人に投げといた気まずー。ナイス、よし、そんでドロー2上げといたひひどうや、この人持ってんのスペードだから絶対スペードでは回さない。スペードの何持ってんだろう、それにもよるよね。よし、スペードで来たけどドロー3あげました。
意地悪そんでハルピョン上がれます。お疲れ様でした。しっかり勝っていくスタイルです。一枚戻さずに終わっちゃったなんか楽しくなかった。何もせずに終わっちゃった。マックミックさん、くばらありがとうございます。あとアウト2つで開幕5連勝。また終わっちゃった。あ、ドボン返し。そうなんですよね、明日山本さんなんですよね。ちょっと結構危機、普通に結構ちゃんと危機、怖い。うん、一回ホークスは止まってもらって。だって、あ、私の機嫌が悪くなるけど大丈夫ですか。それでもいいなら全然止まってもらって大丈夫なんですけど、私の機嫌が悪くなるけどそれでも大丈夫そうですかね。はい、ズーデスさん、ハートありがとうございます。どうしますか。ハルピョンの機嫌が悪くなるか、それともホークスが止まるか、どっちがいいですか。山本さん好きなんです。え、ハルピョンとどっちが好きなんですか。あ、もうシーラない。はい、もうさよなら。天空の城ラピュタが地上波で放送された時はバッファローズが全勝しているそうなの。じゃあちょっと明日はラピュタ放送しないでもらってちょっとホークスと戦う時はちょっとラピュタ放送しないでもらってケーキとカレーライスは比べられますよ。ケーキは何ケーキで、カレーライスは何カレーライス、何味のカレーライスですか。それによって私は比べられます。はい、何と何なら比べられないかな。そうだな、ショートケーキと星の王子様カレー。星の王子様カレー食べたことない。いや待って、本当だ、今日教場じゃん、やば。でもあれですよね、なんか次のシーズンに向かうための、ま、前やってた特別スペシャルみたいなあれですよね。だから
大丈夫、そんなめっちゃやばいバイバイってなってるわけじゃない、大丈夫。え、なんかゴンザレスさんから変わんないんだけど、ずっとゴンザレスさん打ってんの？やば。え、皆さん知ってます？あ、ごめんなさい、急に大きい声出して。12日からえ、メロンのスタバが出るんです。嬉しい。はい、なので皆さんは飲まないでください。あのなくなるんでなくなっちゃう、売り切れになっちゃうんで飲まないでください。よろしくお願いします。すいません、お願いしますすごいひどいよね、ごめんね。え、絶対すぐ売り切れますよね。 LINE ギフトあげたい、欲しい、ありがとう、もらうわ。え、すごい、救急も粘ってるね、ゴンザレスさん、代打、そりゃ粘るわ。最近の新作情報ピョンメールで知る愛知なんで許して、あ、愛知なら、愛知なら許します、どうぞ、愛知なら許してあげるよ。さあ、勝利の女神はゴンザレスさんに微笑むか。救急も頑張ってるよ、すごい。坂東さんイケメンなんでね、こっちに微笑みますよきっと。うわ、はい、微笑みました。はい、よかったです。ごめんね、ごめんね、上がりたいかもしれないけど、ほんとごめんこのままハートで回してくれれば、私はこのままハートで回してくれるもう一回言うね、二人とも、このままハートで回してくれれば私は上がれるんだ。ありがとう、なんて優しいの、もうありがとう、優しいね君たちは今4人、私含めて4人いるじゃないですか。ピョンズが2人で、もう1人がナーミン推しの方だったんですよ。で、このままハートで回してくれればいいなって言ってたら、ナーミンのファンの方が、あ、違う、ピョンズがまずあのハートを8で違う色に変えようとしたので、私はこのままハートで回してくれたらなって言ってたら、まあ8を出したのにもかかわらず、そのままなぜか8にハートにして、でそしたらその次の人がなんかハートの12を出して、おっとおっと思ってたら、その後ピョンズ2人がハートでそのまま回してくれたので上がれました。そして今からはピョンズ3人と対戦なので、これはなんか忖度の予感みんな忖度してくれる予感。どうだろう、ちなみにこの色で回してほしいな、あと2週ぐらいお願いしますあ、ありがとうあと1枚この色持ってるんです私。あ、むしろありがとうございますなんかスキップされたんですけど、スキップされたんですけど、あなたのことドボンしました、ありがとう。そして試合終了、ホークス勝ちました。あ、なんて気分がいいんでしょう今日は。
はい、気分最高。ゆうぴょんさんハートありがとうございます。いるんですかね、ぴょんずさん、ぴょんず3人になって私がこんなに笑顔でこの色でって言ってるのに変えてくる人は、そんな心が強い人は、メンタル強い者はいるんですかね。私の脳内から消されるかもしれないという。そんな恐怖と戦いながら、それでも勝ちたい人って。D さんハートありがとうございます。今月末も忙しいからできる時に買ってほしい。え、ありがとう、優しい。スクショされてフォルダに入れられる。あ、スクショもしないです。はい、はい、全然スクショなんてしないです。そんな私の携帯フォルダに残すなんてことしません、一切。怖、マジ怖、怖すぎ。いや、橋本は年どっちが月末の方が忙しいのか、それとも今の方が忙しいのか、どっちなんだって感じなんですけど、あーやばいです。今実はみんなが知らないところで橋本実はやばいんですけど、頑張りたいと思います。でも今日ももうダメだったの、眠くてさ寝ちゃったんだ寝ちゃったんだ。ラーメン食べたの？いいな、羨ましい。もうなんか3日ぐらい見たい、寝たい、うん、3日ぐらいマジでもう何も考えずに寝たい本当。
一覧、ハルピョン一覧がパッと見一覧に見えなかった、ごめんなさい。ちょっと私あれ苦手で、赤いの辛いのが苦手なので、なんかいやそれなかったら一覧じゃないよって言われるかもしれないんですけど、あれ苦手なので多分食べたことない、一覧一回だけしか行ったことない。なんかの時に上野駅にいて、その時に時間があって一覧に行きました。そう、その時に一覧で食べたラーメン美味しかった。あれっきり食べてないです、そんなの。てれてててて、替え玉なんてね、もう時間がなかったですね、替え玉は。てかお腹もいっぱいだったし。はい、てか携帯マジボロボロすぎて、見てやばい、つらい、どうしよう。変えなきゃ。今日だから本当は100均に行こうと思ってたんですけど、もうダメだった、眠くて寝ちゃった。そう、1時間半も寝てしまったよ。スペード、ごめん、言うの遅かった、私が。でも今のは私が言うの遅かった。あ、優しい、やばい、このピョンズ2人とも忖度してくれてる、マジ無理、優しすぎる、ありがとう。そんでドボンしちゃう。カズさん、ハートありがとうございます。はじめまして、はじめまして。の5000人超えた。多分10時ぐらいに配信終わります。そう、やばい、ほんと。頑張りドリンクマッチ飲むね。うん。本当にやばい。やんなきゃ、これ。焦る。10時までならあと1回分ハート回復できるかな、だって10時までやっとボンはやると思う、うん、ミズミンのファンの人にドロースリー2枚あげちゃったから、ドレミズミン乱用しとこう。ドレミズミン乱用したらそりゃソララで帰ってきたんだけど、どういうこと？え？どういうこと？持ってなかったのかな。どういうこと。あ、ちょっとガチャ引きますね、一回。気まぐれ、気まぐれガチャ。あ、みずみん出た、嬉しい。
でも自分出なかった。LINE 用か、 LINE しとこやばい、みずみのファンの人に LINE しとくのめっちゃおもろい知らないし、まずこの人の顔も名前も一致してないのにLINE なんて知ってるわけないLINE 用しとこ、めっちゃおもろい。あ、みずみに LINE しとこうってこと？いやしないでしょドボンでみずみんのファンの人と当たったよって、なん何その先輩めっちゃおもろいその先輩。うん、暇人なんかなって思われそう。みずみん会いたいな。なんかこの間さ全然あると思ってたらなかった。3月30日、でも4月4日の公演、昨日の公演あったっぽくって。そう、でもなんかみずみん出てたっぽくって悲しい気持ちになりました。なんで私の時はいないんだろうって。そう、でも皆さんもそういうことですよね。だっていい感じ、皆さんもさいると思って、ん違う、なんていうの、むずい日本語。皆さんも普通に公演入った時にいたらラッキーぐらいの気持ちじゃないですか。まあ、17期のファンの方が他のメンバーの8とかの公演に投げるのかって言ったらそれは違うかもしれないですけど、なんて言うんですか、じゃあみずみんのことも押しててハルピョンのことも押しててみたいな人は、うわ今日みずみんじゃないのかっていうことになるってことでしょ。だって確実にいるとは限らないから、それは嫌ですよね。で自分が入った次の日の公演とかに前座でさ推しメンが出たりとかなんてしちゃったらさ、もう悲しみの涙ですよね。うん、無理、推しの現場なんて全部見たいじゃん なのにってなるんでしょ。つらダメ、絶対色変えてね、絶対色変えるんだよ。うわー、はい上がりますよこの人。ヤローさんミラーボール一つありがとうございます。ありがとう。もうミラーボールたまりまくりだよ今。前座目当てで申し込む人、いやーいるかもしれないじゃんハルピョンロガール見ました？今日のロガールの隠れ主人公はハルピョンでした。なんで？なんですか？その話ちょっと詳しく聞かせてください。見てないよ、ホークスの試合見てたよ。見てない、なんていうの、うん、何何ちょっと知りたい、詳しく教えてお願い。何ですか？あ、このままダイヤで回してくれるとピョンズ3人なんで
はい、言っときます。ピョンズ3人の皆さん、このままダイヤで回してくれると私は今すぐ上がれます。ありがとう、大好き。何、なんか主人公になっちゃったの私、嬉しい。何だったんだろう、ロガール見た人教えてください。ぜひ8メンバーを動物に例えたら、ミスター・カレン・ヒユカが出演してました。それはね、知ってた。まあその3人だったら出そう。私の名前、8メンバーを動物で例えたら、え、私はウサギですよね。違うんですか、逆に。え、逆に違うんですか。チーム8のメンバーはどんな動物なのか、以心伝心クイズをしました。なるほどね。え、私は違うんですか。これで私ウサギじゃなかった時びっくりよ。えってなっちゃう。みんなからはウサギだと思われてなかったのかって。26人のメンバーの中で唯一一人だけが統一されてました。今年はハルピョンの年、唯一揃ったのがピョンちゃんだったって聞いた。もうなんか答えやん、ワイの場合は答えやん。それはもう、ゆういちさんハートありがとうございます。そう、唯一ハルピョンだけ。答えやん、だって以心伝心じゃないもん。いや逆に外す方がおかしいでしょ。めっちゃおもろい。え、それマジ名前書いたら合格するみたいなテスト。逆にウサギって書かなかったメンバーに何なんですかって聞きたいですね。ワニですって答えられたら、もうあなたはもうなんかありがとうございますって気持ちになります。そんなノブロック TV さん、私見てくれたのありがとうって気持ちになるけど。めっちゃおもろい。以心伝心ではない、確かに。なんかこのドボンめっちゃ早かった、回るの。3人ともこれ来たって喜んでた。もう100そうですからね、100ウサギですからね、もう。はい、なんか良かったです、皆さんのあの勇気になれて、すごく。はい、なんかありがとうございます、よかった。むしろ2人、その3人ともちゃんとウサギって答えてくれてよかったです。はい、なんかここでなんかハルピョンはなんかすごい他のファンの人も撮るからもう怖いからライオンとか言われたらちょっとなんか怖かったんで、よかったです、ウサギって答えてくれてありがとう3人。嬉しいよ私は。あれ、君そのカードなんだ。あれ、この間劇場で言ってたことと違うんだけど、この人カード、ま、なんか間違えてるよ。大丈夫そう、カード間違えてるよ君。ねえ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 、カード間違えてるよ、カード間違えてるよ。やばいなって思ってくれたかな。ハルピョンしか当てられなかった。確かに他のメンバーって何って言われたらむずいかも。確かに。確かに何なんだろう。このメンバーイコールこれみたいなないですよね。うん、対戦ありがとう。うん、うん、ありがとう、こちらこそ。やっぱり君だったんだね、カード間違えてたよ。あのカード私じゃないよって言っとくね。もしかしたらあのね、もしかしたらちょっとお目目、そう、あのなんか見間違いとかしてるかもしれない。うん、気をつけて。
気をつけてね。確かに誰他のメンバー誰がこれってないかもしれないですね。よかった、3人の希望になれただけでも、もう本当にこれ来たーって言って別のウサギじゃないやつ書いてるのもおもろいけどね。うん、唯一統一されたのはハルピョンだけだったけど、それでも2人統一されたケースは結構ありました。むずいよね。でもなんか3人の希望になれて本当に良かった。うん、吉田カレンがさツイート、ハルピョンに救われましたありがとうって、なんか救いましたありがとう。吉田カレンのツイートの写真の ALT を見てください。なんか良かったです。3人のうさぎポーズがかわいい。ひゆかちゃんひげやってんのかわいい。なんかよかったです、救えて。イエイ。あ、嬉しい。くれたみたい。けんちゃん吉田カレン氏と仲いいわ。そうですね、仲いいです、とても。とても仲いいです。ピョンムービーの準レギュラー、そうですね。何で仲良くなった？わかんない。気づいたら仲良かった。まあ、吉田カレン最高ですよね。本当おもろい。いつもいじらせてもらってます私。今こんなにダンスできるのに、初期はずっと口開けて踊ってたのっていつもいじらせていただいてます。ありがとう。でも本当カレンちゃんのダンスすごく好きで、なんか全く癖がない、なんていうんですか、あの変な癖がない。私なんてもう癖ありまくりのちょっと気持ち悪いぐらいのダンスじゃないですか。はい。そう、でも吉田カレンのダンスはマジで癖が本当にないので、本当に綺麗な体の動き、なんていうの、骨の動きというかなんですよ。そう、リンさんハートありがとう。今一緒に夕飯食べてるカレンちゃん推しの方、ピョンには渡さないって言ってる。いや、あ、
あなたのじゃないです、はい、あのあなたのじゃないです、はい、私のです、私のでもないんですけど、はい、私のです、はい、あなたのじゃないです、まずあのでも全然あの奪う気ないんで、どうぞどうぞはい、どうぞどうぞ、まあ2人でご飯行けるんですけど、私は、はい、マウント取っていくスタイル、まあ2人でご飯行けちゃうんですけどね、私は、はい、え、行けます、行けますめっちゃうざいと思われそう。そうなんですよね、私は2人でご飯も行けるし、あの全然もう福岡に行って、あの全然もういつでもかん、あの来てって言われてるので、はい、もういつでも泊まりに来てって言われちゃってるんですけど、あ、どうですか、あ、ちなみにどうですか、はい、どんな感じですかね、はい、以上です、お返しします最悪、ごめんなさい、すいません、マウント通りました、当たり前ですよね、ごめんなさい、いや本当吉田カレンはあなたに救われてると思いますよ、本当に、はい、私は今日一回救っただけなんで、あなたにもうたくさん救われてると思うんで、これからも救ってあげてください、本当に、これなんかマウントとか嫌味とかじゃなくて、本当に私なんかはもう今日一回救っただけのただの友達なんで、これからも救ってあげてください、何度も何度も、1回ぐらいハルピョのお話し会に来てくれてもいいよ、吉田カレンちゃんのあんなことやこんなこととか教えちゃうかもしれない、あ、待ってるね、1回ぐらい、1枚ぐらい、1枚1枚どう、この上の URL からどう、1枚どんな感じどんな感じ、どう、ほら今日救った、今日救ったお礼みたいな、どんな感じ、待ってます、はは、ありがとうでもこういうのをさ、吉田カレン氏がさ書いてくれてるじゃないですか、ハルピョに救われました、そこがもう心、本当吉田カレンっていうものを象徴して、象徴してますよね、吉田カレンっていう人間を、本当に、だって別に書かなくていいじゃないですか、それをもう書く吉田カレンの人間性、ほんと素晴らしい、ハルピョンは最近誰に救われました、ピョンズドボンでいっぱい忖度してくれてありがとうAKB 知らない先輩にハルピョン紹介したら劇場行きたいって言ってくれた、嬉しい、ぜひあのドボンのカードはハルピョンでお願いします、ぜひ、はい、よろしくお願いします、はい、ぜひ、すいません、よろしくお願いしますね、はい、大変ありがとうございます、あ、こちらこそありがとうございましたこちらこそありがとう、ホークス5連勝、そうなんですよ、
髪の毛抜けた。AKB に興味持ってくれる先輩いる会社羨ましい。転職だ転職だ転職。ショールーム見るならハルピョン。いやもうしすぎてて気持ち悪いぐらいに通知来るけど大丈夫。自分もこの間友達にハルピョン推しって言ったら可愛いって言ってて、嬉しい。ちなみに今日昼配信初見で一緒に見て、待って大丈夫、私今日の昼なんか何喋ったっけ、なんか楽しい話してた？つまんない話しかしてないよ、いつも。配信はマジなんかほんとなんかどうでもいい話しかしてなさすぎる。うん、ちょっと早急に劇場連れてきてやばい、アイドルだと思われてないかもしれない。早急に劇場連れてきてもらっていい？ありがとう、待ってる。とりあえずそうだよ、今日だって昼蒸しパン食べてたアイドル、やばくない？大丈夫そう？もっとなんかイチゴとか食べなきゃいけなかったかも、やばい。やばい、蒸しパン食べてた。そろそろ10時なんで終わりますよ皆さん、私の配信。明日は多分朝方に配信、朝っつっても6時とかじゃなくてね、何時ぐらいかな、7時8時ぐらいに配信すると思います。7時8時9時ぐらい。なので皆さんぜひ見てください。で、多分短い時間しかしない。前の作業やりながら、課題やりながらの作業配信、もう課題、もう課題とおさらばしたので人生あ、待って、やらなきゃいけないことあるんだと。待って、やばい、明日までかも、やばい。あ、やります、頑張りますね。やばい、普通に忘れてた。ありがとう、教えてくれて。ありがとう、頑張る。危な。違うの。課題思い出させてくれてありがとう。課題じゃないんだけど。ちょっと本当にやらなきゃいけない。これはマジやば。危ない危ない。本当にやばい。本当にやばいやつ。本当にやばいやつでした。本当にやばいやつ。マジありがとう。本当神、感謝。感激。やばい、本当にありがとうって気持ち。とりあえずランキング読む。締め切り近い締め切り近いやつです。ちょっとドボン、ちょうど10時だし終わって、11位じゃないよ今ね、多分更新されたら分かるけど、今7位に行きました。頑張った、この1時間弱。ありがとう、本当に激ヤバな感じ、多分。ちょっと確認するわ一回。激ヤバな感じ、頑張るね。ということでランキング読みます。本当にありがとう。もうなんか、もうこの、もう感謝。本当にありがとう。
感謝ですマジで。とりあえずランキング読みます。1位ギャローさんありがとうございます。2位昨日から春直しさんイエーイありがとう。3位マックミックさんありがとうございます。4位ともゆきさんありがとうございます。5位てつやとはるぴょん大好きさんありがとう。6位かずさんありがとうございます。7位かーとぴょんずさんありがとうございます。8位、間違えた、8位山内さんありがとうございます。9位つっちーさんありがとうございます。10位マジカナバナナちゃんありがとうございます。11位ゆういちさんありがとうございます。12位ときめきこばぴょんあっとぴょんず石川に行ったよありがとう。13位レクサーとぴょんずさんありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はオーテックアットさんです。ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。本当に激ヤバな感じなんでちょっととりあえず頑張りたいと思います。本当にありがとう。マジでやばかったです。これ思い出してなかったらもう死死でした。本当にもうありがとう。もう感謝、とっても感謝です。なのでもう今日のドボンのカード違ったことはもう忘れました。はい、おめでとう。よかったね。そんなことあったっけ。ドボンのカード違った、そんなことあったっけ。いや本当に激ヤバなんでちょっと頑張りたいと思います。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットチャープで6956人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃー。富山県代表春ぴょんこと橋本春菜でした。ありがとうございました。それではまた明日の朝かなお会いしましょう。ありがとう。本当にみんな感謝。今日もさっき最近一番救われたことはって言われたけどマジこれだわ。本当にいや本当にピョンズに救われました。ありがとう。もうこの配信気分いい。ドボンもいっぱい買ったし、いっぱい忖度してもらってホークス買ってやんなきゃいけないことを思い出してありがとう。おやすみ。ピョンムービー乗っけます。バイバイ。ありがとう。またねー。